こんにちは、テントです。今日はマスクのキットをご紹介します。まずこの使用書がついております。使用書がついていて、あとは、型紙も裏についてます。でもそもそも布を着るのもめんどくさいという方がおそらく結構多くいらっしゃると思うので、布も全部切って用意してます。これだと18色入っています。もともとはこのシリーズのサンプルとして作ったんですけれども、サイズが、このケイコトンさんという方がの YouTube を、参考に使用書を作ったんですけれども、ケイコトンさんおすすめのサイズにかなり近いので、そのまま使ってもらってもいいですし、ここを2センチ落としていただけると女性用の26センチ ×18 センチに非常に近くなるので、25×18センチになります。横落としていただけると、なのでそのまま使っていただきます。はい。で、後ろにこういった型紙も入れます。で、あとですね、これちなみに今してるのは、このマスクが作れるセットになってます。で、この大臣風マスク、立体マスクが僕は一番気に入ってて、何がいいかって、すごく折りたたまるときにこうやってコンパクトになるし、洗濯しても形が崩れないし、でこれ綿ポリなんですけど、綿ポリだと余計崩れないし、でここに大きく空間があるので、季節関係なく夏でもあんまり、暑いですよ、もちろんマスクは暑いんですけれど、レースとかっていうと本当こうスケスケで、おしゃれなんですけれど、僕はあんまり、男性っていうこともあって、あんまりああいう透けてるマスクってあんまり得意じゃなくて、これぐらいちゃんと透けないマスクの方がなんかしてる感があって僕は好きなんですけれど、そういったことで僕はこの立体マスクがおすすめなので、ケイコトンさんのこの YouTube を参考にして、使用書を作っています。で、作った方は結構ね、皆さんいいと言ってくれるので、おすすめです、この方は。で、あと、ワイヤー入っていて、ここの鼻の部分にですね、ワイヤーがあるんですけれど、これは入ってなくても、入っててもめちゃくちゃ違うかっていうと、使用感にそこまで違いはないんですけれど、見た目としてやっぱシュッとするんですよね、鼻の部分に沿ってると。なので僕はワイヤー入ってる方が好きなので、ワイヤーつけてます。で、あとマスクゴムもお付けしてます。これは5メーター分お付けしていて、これ今女性用の M なんですが、僕は M サイズで、割とジャストなんで M サイズしてるんですが、片方で22センチ使ってます。なので44センチ使ってます。で、44センチ使うとすれば5メーターで11個取れます。なので18枚分大人用で作りたいという方は、もう一つマスクゴムを買い足していただく必要があります。でも、幼児用の SS サイズとかだと、5メーター分で十分、18個分作れるので、そういう方は買い足さなくても大丈夫です。あと、100均とかにもゴム売ってますんで、その辺を買い足していただくのもいいかと思います。はい。で、マスクも入ってます。で、これ別々にですね、上から下まで購入すると、5400円定価なんですけれど、うちも事前に準備できたり早く出せるし、お客さんも早く届くというところで、30% オフに使っていただいていて、3850円の送料無料にしております。はい。お客さんにとっても当然にとっても、非常にメリットのある、商品だと思っております。ぜひ、作ってみてください。で、選べるセットとしては、このギンガムチェックと、あとちょっと一個用意したいんですけど、ストライプと、あとこのグレンチェック。グレンチェックもいっぱいいろんな色が入ってます。あと、無地。この辺から、あとストライプですね。選んでいただけるんですが、それとは別に、この6色セットとかも、うちあります。6色セットとかもあるので、もしよかったらこれも一緒に、追加して、いただけると、いろんなものが作れるの で、一番の目玉はおそらくこの使用書なので、これをゲットしたらですね、あとはこの辺のサンプルをちょくちょく買っていただけると、本当いろんな柄のマスクが作れて楽しいと思います。
というわけで店長でした。マスクキットのご紹介でした。